の横浜で初めてカープ運動が開催されたのは2004年今から10年前のことでありました。場所は横浜美術館の前、当時の港未来の美術館の前でカープ運動を始めたのが第一歩でした。これから10年こんなに大きな素晴らしいイベントに成功をしました横浜カープ運動、ありがとうございます。ありがとうございます。さあそしてマルチットランチ、小学校の4年生から6年生の皆様で可愛らしい風船を持って元気に商品を出来上がっています。横浜カープ運動Thank you.
Thank you.